ジェネラル・サントス、または、ゼネラル・サントスは、フィリピン南部ミンダナオ島の最南部にある南コタバと、州に属する都市。かつての名称はダジャンガス。南コタバと州が海に突き出した部分で、南と、西からサランガニ州に挟まれている。ソクサージェン地方の、全4州と1都市の頭文字を取った J にあたり、同地方の経済的中心都市である。 眼下に広がるサランガニ湾に面し、この州にとって重要な港湾を抱えている。面積は492.86平方キロメートル。人口は1995年の調査で327,123人。2000年の調査で411,822人であり、フィリピン有数の人口を抱えている。主な産業はマグロを中心とした漁業であり、 サランガニワンには、キハダマグロの稚魚が回遊しているため周囲は、マグロの工業場となっている。刺身用のマグロを加工し、日本へ輸出する、マグロ産業が盛んで、フィリピンのマグロの種との異名を持つ。市の漁港は、長さ750メートルの不団、2000GT 級の冷凍船に対応できる300メートルの長さの不団、 巨大な製氷所、マグロ多数を保存する冷凍倉庫など充実した施設がある。ジェネラル・サントスの漁港の1日の水揚げ量はフィリピン最大を誇り、新鮮な魚介類やシーフード料理は市民の自慢でもある。農業も盛んで、肥沃な土壌と豊富な雨量、台風被害の少なさのため、トウモロコシ、ココナツ、コプラ、パイナップル、アスパラガス、米などを産する。 また、熱帯果実や野菜、切り花など、高付加価値のお産物も,も生産している。ジェネラル・サントスは、北緯6度7部、統計125度10分に位置し、ミンダナオ島最大の都市ダバオの南西にあたる。東のサランガニ湾に面し、サランガニ州のアラベル、マルンゴン、マーシム及び、南コタバト州のポロモロクとトボリの各自治体に囲まれている。 市の面積のうち32.63%にあたる17,489ヘクタールが、肥沃な農地になっている。市は26のバラン街で区切られている。気候は穏やかで、台風の通り道からは、外れている。低い平野が多く、平均して降雨があり、農業には適した環境である。1939年2月27日。 パウリーのサントス将軍は国土入植局に組織された62人の入植者と共にフィリピン最南部の人口規迫なサランガニ湾に面したこのダジャンガスの地に移住した彼らの多くは人口過剰なルソン島からの農民で広大な土地を互い足の地とした第一次移民の後北部ルソン島及び中部ビサヤ諸島からさらに数千人の国内移民が やってきた。戦後の1948年1月、フィリピン共和国の法案により、ブアヤン地域は独立した自治体となった。当時の境界線は、現在のサラン側に州や南コタバと州に属する自治体も含んだより広い地域であった。6年後の1954年6月、ブアヤン町は移住推進のサントス将軍にちなみ、 ゼネラル・サントスと解明した。1963年から1967年にかけて、当時の町長ルシオ・エー・ベラーヨは、町の経済を発展させ、同時に、多くの巨大農業会社、例えば多国籍企業のドールのフィリピン現地市会社や、ゼネラル・ミリング社などがこの地に投資した。当時、四級市になるだけの規模はあったものの、市民は、 地元選出議員のサリパーダ・ペンダトゥンによる、市政志向トラジャ・ブアヤンへの使命解明案を拒否した。1968年7月8日、国会で法案が通り、ジェネラル・サントス長はそのままの名前で死となった。現在、サントス将軍の孫は、ジェネラル・サントスで、有数のマグロ業者である。港付近には、 マグロの水揚げ施設とツナ缶工場が並ぶほど水産業が盛んである。前世紀にはジェネラルサントス市を呼び周辺の約5万世帯の生活を満たす雇用を創出していたが2000年代に入ると漁船の燃料費の高騰などによりコスト高となり雇用は大幅に減少している。加えて2010年にはフィリピンが加わる中西部 太平洋マグロ類条約によるマグロに関する漁業制限も加わり、水産業の衰退を危惧する観測もある。フィリピン有数の大きさを誇る国際空港、不当の拡張と近代化、道路網や通信網の整備により、市内や周囲への交通は便利であり、フィリピンの玄関口ともなっている。ゼネラル・サントスは、ソクサージェン地方への国内観光の入り口にも、 なっており、独自の文化や景観を見に来る、観光客のための航空路、航路が国内各地につながっている。ゼネラルサントス空港は国際空港級の規模を誇り、マニラ、セブなどへ飛行機が飛んでいる。国際線はまだないものの、マニラやセブで国際線に乗り継ぎ可能である。マカールフ島は740メートルの長さと19メートルの 幅がある不当で国内だけでなくインドネシアなど各国への定期客船がつく海の玄関である。市内にはジプニーやバスが多数走り公共交通は充実している。またオートバイにサイドカーのついたトライシクルスは市民の重要な足である。国道モーパン、フィリピンハイウェイが首都ミンダナオ各地を結んでいる。市内には2つの総合大学を はじめ多くの短歌大学があり、ソクサージェン地方の教育の中心である。結婚式、宗教儀式、誕生日、葬式、サンクスギビングなども盛大に祝われ、独特の色鮮やかな民族儀式の流れを組んでいる。市の祭りは2月のカリランガンフェスティバルが盛ん。カリランガン自体が祭りを意味する。伝統的な指導者や年長者などが集まり、 市の文化を時代に引き継いでいる。9月には、主産業のマグロ産業を祝うツナフェスティバルが行われ、マグロの形のフロートが市内を巡行する。ありがとうございます。